どうも皆さんこんにちは、立花裕太です。この時間はですね、立花裕太バースデーイベント2021のクッキングコーナーの時間となっております。こちら都内某所のスタジオに来ております。早速ですね、今回作る料理はこちら、魔女の宅急便風ニシンのパイです。知ってますか皆さん。こちらはですね、映画魔女の宅急便でキキがおばあちゃんに頼まれてですね、パーティー会場に届けるんですけれども、まあジブリファンだったらもう有名なパイですね。ずっと食べてみたかったんですけど、作ったことがなかったんで今回挑戦してみたいと思います。作り方はとても簡単です。まず1、切る。はい、ステップ2、並べる。ステップ3、焼く。でステップ4、配達。パーティー会場に配達です。もうこれだけです。とても簡単。じゃあ早速作ってみましょう。立花クッキング、ね、しっかり洗っていきますよ。じゃあいきたいと思います。玉ねぎとエリンギをこちら切っていきますね。ここは切り落とし、剥いちゃいます。よし、みじん切りです。できたでしょ。じゃあもうね、フライパンに放り込んでいきましょう。まあみじん切りにしてはちょっとでかいけど、玉ねぎは焼いていけばグレーで大丈夫です。そしたらエリンギですね。まずこの分けちゃうでしょうね、よくわからない感じで。で切っていく。エリンギも切り方とかあんのかな。パイなんでね、上から全部包んじゃうんでね、わかんないですね、雑草が。いいんじゃないけど、消えました。よし、じゃあ炒めていく。ちょっとね、温まるまで時間かかると思うんで、なんとなく次の準備を始めながらいきたいと思います。よっしゃ、盛り上がってきた。なんかカレーとか作るの好きなんですけど、カレーとか作るときはもう玉ねぎを甘い飴色になるまで言うんですけど、そういう時は最初に電子レンジでチンしてからやったりすると早かったり。炒めつつこのかぼちゃを切って、ちょっとチンして潰していきたいと思います。ちょっと適当な大きさにね、切っていきたいと思います。あって、うい、いい感じ。なんかこの後どうせオーブンでめちゃくちゃ焼くんで、あんまりやりすぎなくていいらしいです。じゃあどうでしょう、ぐらい、うい、よし、いい感じ。これもですね、結構いい感じになってきました。いいですね。これはこのぐらいで一旦止めておきます。置いときましょう。の間にだ、かぼちゃをチンしましょう。お水をかけて、これでラップをして、これをちょっとレンチンしていきます。500ワットで3-4分。加熱できました。いってみます。うわー、めちゃめちゃ温まってる。おお、やべえ、皮ごといっちゃうこれ。うまい、あんまい。じゃあ皮を取れました。じゃあこいつを潰していきましょう。簡単に潰れるやつと硬いやつは力でねじ伏せます。さあ、かぼちゃをマッシュしていく。はい、いい感じでかぼちゃはマッシュできました。ホワイトソースを作っていきたいと思います。まずはバター 30g、 こいつを大さじ2杯。大さじはね、1杯 15g ですね確か。これ 5g なんで大体15。6杯目、はい、入りました。温める前の状態。じゃあチンしていきます。ウェブリーや30秒スタート。おお、いい感じで溶けました。ここに牛乳を 200cc。 一気にやんないらしいんですよね、少しずつやるのが味噌らしくて、途中また一回加熱します。そうだ、2、3回に分けてやってくださいって書いてあって、なんで半分ぐらい牛乳入れてますね、状態。
結構混ざってるっぽいんですけど、ここで一回また2分加熱していきます。さあ2分加熱できました。おお、めちゃくちゃ泡立ってる。すごいな、これなんか焼けちゃってない？これ大丈夫？うお、大丈夫これ？ずいぶん固まりすぎてない？これ得体の知れないものができてます。果たして頑張れ、いけるいける、お前ならできる、頑張れ。さあ皆さん、ホワイトソースになる予定だったんですけども、ちょっとね途中でチンしすぎて固まっちゃいましたということで、ホワイトソースを作るのは難しい、そんな時のためにですね、ホワイトソースが売ってます。今日はこちらを使っていきたいと思います。惜しかったな。なんで一旦こいつは置いておきます。はい、では食材にホワイトソースを追加していきたいと思います。おお、すげえ滑らかプリンみたいですね。よし、じっくり温めながら混ぜていきます。塩で味を整えたら、はい、こっちのベース完成です。まさも、はい、それではニシンを調理していきます。よいしょ、並べて火にかけていく。おめっちゃ出た。この味付けです。ニシンのパイなんですけど、時期的にニシンがあんま取れないんで、今回はホッケでやってます。パイの一番上はニシンとかモニュメントみたいなニシンでいきたいんですけど、中身は割と結構何の魚でもいいみたいですね。はい、だいぶ下味付けたな。ある程度焼けたんで、このぐらいで一旦あとでね、しっかりオーブンで焼くんでいいかなと思います。はい、じゃあまず最初に作ったカボチャペーストを敷き詰めていきたいと思います。切る、並べる、焼くってね書いたんですけども、意外とこの切る工程が長かったですね。おいっす、かぼちゃ薄っ。まあ、ニシンのパイなんですけど、ホッケを入れていきます。ちょっと大きさ的にこれ4分割分ぐらいした方がいいと思う。もう柔らかいからね、多分これでいきますね。さあこうやって乗せていきます。ほい、でホワイトペースト頼む。これが全ての鍵な気がする。上から豪快に敷き詰めていきます。だいたいこの手のものはね、結構焼けばまとまるっていう。はい、3層になってますよ。かぼちゃ、魚、ホワイトソース。ホワイトソースの上にチーズですね。いやー、チーズ好きなんでね、たっぷりきたいなこれ。いやー、もうこれだけでね、美味しそうですよね。普通にチーズが並んでて、で、このパイシート、これは使ったことがない、マジで使ったことがない。とりあえず行ってみましょう。まずは並べてみよう、イメージを。ちょっとすごいなこれ。このヘリに卵黄を塗ってひっつけてくれるんですね。で伸ばすと、やってみましょう。1センチぐらい重ねて、重なる部分に塗ると。あ、そうだな、卵うまそう。1センチぐらい、ここだ。 OK OK、 じゃあこいつを伸ばしていきます。やべえ、まな板の幅足んないよこれ。おおおおおノー、よし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 、危機回避。では乗せていきたいと思います。うまくいくのか。ああ、今、パイ生地を持ち上げていく。うお、伸ばしすぎたんじゃねこれ。めちゃくちゃ重なってるよこれ。ちょっとこれつまんでいこう。じゃあニシンをかたどっていきたいと思います。一番大事なパーツ。結構分厚めニシンができそうな感じはありますね。あ、口を作っています。ベースが切れました。ちょっと伸ばしたいな。うわ、なんかめっちゃ伸びてクジラみたいになった。やばい。うわ、逃げる。足まで濡れた。センターここだ。はい、
でちょっとね目とかねヒレとかね作っていきたいと思います。いやめちゃくちゃ再現してやろうと思ったけど思いのがすごい難しい。これお、ちょっとでもっぽくなってきた感じがしますね。お目目どうしようかな、ちょっと余ったんでなんか若干この辺装飾入れて終わりにしようかなと思います。こんな感じですかね。卵白塗って焼きたいと思います。はい、大方塗れました。いいんじゃないですか。オリーブ乗せて焼く。 OK。 さあ今から200度のオーブンでまず10分ほど焼いていきます。さあいってらっしゃい。3、2、1。おお、めちゃくちゃいい感じ。おお、魔女の宅急便風ニシンのパイ完成です。なんだかんだ焼いたらめちゃくちゃうまそうっていうね。若干魚が陥没したんですけど全然大丈夫です。いい感じ。よし、じゃあ早速これを配達しに行きたいと思います。実食行ってみたいと思います。おお、サクサクしてる。ふわ、行ってみたいと思います。おあっ、あ、めちゃくちゃうまい。めっちゃうまいです、間違いない。なんかニシンのしょっぱさもあるけどかぼちゃは甘いで、真ん中のホワイトソースがめちゃくちゃマイルドで中和してるみたいな感じですごいバランスいいですね。サクサクだしめちゃくちゃ美味しいです。ということで魔女の宅急便のニシンのパイは、作るのはめちゃくちゃ大変だけど味はめちゃくちゃ美味しいです。以上です、お返しします。ありがとうございます。